な捕まってる。博士。平気、息できる。でも、あ、土星さんにこんな真似しやがって許さん。もう、何も、見えないよ。ジェフはどこ？あ、これトーニーか。博士は話しかけらんないのか？く、るし。これ、あれ、なんだっけ、ポーキーの弟じゃない？隣の部屋。もう、ダメ。ちょっとどうしようかな。で、確かね、ここ、そのスーパースターマンが落とすのが、プーの武器だった気がするんだよね。だから、ちょっと頑張ってみようかな。何回かね、ちょっとチャレンジしてみようと思います。はい。まあちょっとやってみたんですけど、まあね、レアアイテムなので、全然ドロップしないので、諦めたいと思います。諦めも肝心。さあ、ということで、これはボスですよね。さあ、ちょっと、PP がね、こんな感じなんですが、いけるのでしょうか。はい。報告で聞いていたよりずっと手ごわい子供だ。油断した。知恵のリンゴの予言は正しいのかもしれない。しかし私たちを甘く見るなよ。さあ、ボスですね。デラックススターマン。ということで、どうしようかな。まあ、もうネスは叩くしかできないよね。ああ、ちょっと待ってよ。あ、ガッツ使えないか。サイコシールドをかけておこうか。で、ジェフチェックしといて、プーも回復で。取っといた方がいいかな、PP。ちょっと待ってよ。インスタントガッツをネスに。なんと94になった。はい、サイコシールドをかけていきます。オフェンスが143、特にかな。ビームを発射した。痛いんだよな。で、あとはまあオフェンスアップで打つ。プーは回復ですね。はい、よし、110。まあそんなに痛くないかな。もう一回ぐらいかけとこうか。で、サイで、ライフアップをネスに。よしよし。反撃のサイコシールド。魔法じゃねえや。サイは使わない方がいいかな。ディフェンス、オフェンスアップがあって、ディフェンスアップはないんだね。サイコシールドをもう一回かけとこうか。二度分けできるよね。プーは、どうしようかな。まあ、毒蛇でも使ってみる。毒に侵された。聞いたぞ。サイコシールド。はい、強さが増した。いいぞ。で、あれ？あら？意外と楽勝でしたね。はい、レベルが上がっていく。まあ言うてもそんなにレベル上げっていうか、まあ結構早めにプーの武器は諦めたんだけど、だからみんなも大してそんなにレベル上がってないんだけど、いけましたね。なんだ。ネスたちがデラックススターマンを倒すと、ストーンヘンジ基地は機能を停止した。これは問題なし。助けれた？みんなのこと。ああ、
いる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 、どうせいいさん、さらわれた、嬉しい、助かった、リボンあげます。どうせいさんのリボンこれはさ、あれじゃないの、ポーラ専用なんじゃない。どうしようかな。ちょっと待ってよ。サビの元スーパーを、フーに渡して、で、土星さんのリボンを、ポーラ。で、あ、上がるね。いいね。土星さんのリボンつけましょう。怖かったけれど、勇気を持ってぼーっとしてれば、いつか助かると。初めのうちは思ってました。でも途中からくじけてきて。しかし助けてもらったので結果的には良かったわけです。でこの子はポーキーの弟。確率 7% くらいで助けてもらえると思っていました。ポーキーの弟じゃないのか。あてアップルキッドかこいつ似てない。あれでも金髪だったっけ、ポーキーの弟。でもここで土星さんに知り合えたのは大きな収穫でした。それにアンドーナツ博士にもとうとうお会いできたし。じゃあ、え、無口を直す本ですか。オネットの図書館に返しときましたから図書館にあるはずです。グミ族の皆さんの役に立ててあげてください。それにしても君と知り合ったおかげでギーグの手下に誘拐されるなんていい経験ができましたそう、みんな優しすぎないか。さらわれただの、助かっただのはもう過去のことだ私はすぐにでもスペーストンネルの開発にかかりたい。こいつの頭やばいな。あ、お礼いいくらいは言わなくてはな。ありがとう。さあここは私たちに任せて早く行きなさい。お礼言ってくれるだけマシな方か。ジェフ、ジェフ、バカバカジェフ、僕を助けに来てくれたんだね、ジェフったら。いや、まあ別に。あ、ネス君。僕、大昔からのジェフの親友のトニーです。あ、それだけ?オラ、牧場で牛の乳を絞ってる時にさらわれちまっただよ。オラをさらったところで身代金も取れねえのによ。なんでこれさらってたんだろうな。今まで生きてきて一番嬉しいです。あと1万年くらい生きて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 生き抜いてやるつもりです。ありがとうございました。まあ、1万年は生きられないよね。で、さっきのね、ボスを倒すと、もうね、ここにね、敵が出てこなくなるのよ。だから、あいつを倒す前に、レアドロップ、狙わなきゃいけなかったんだけど、まあまあまあ、いいでしょう。ということで、穴抜けネズミ使って帰りましょう。はい。さあ、で、オネットの図書館って言ったよね。で、サイで、オネット。大丈夫?これぶつかんない?えいて!いや、ほんと嘘でしょ。ここだったら大丈夫でしょ。オネット。図書館ってどこにあったっけ?ついでにママに会ってご飯食べてく?上かな?ここか?図書館。ライブラリーって書いてるからそうか。で、この人に話しかけると街の地図、違う。え、どこにあるんだろう。ジャイアントステップというところには、いつの間にやら、その場所を守る化け物が住み着くようになったというが、そいつは、うちの母ちゃんよりも強いだろうか。誰に聞けばいいんだ?調べんのか?この辺は、無口を直す本以外の本が並んでいる。ああ、調べなきゃいけないんだ。無口を直す本を見つけた!よし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 。じゃあママに会ってね。ママに会ってお寿司食べて、あそこどこ
あそこ飛べるかな、グミ族のとこ。まあそれとアイテムをちょっとね、預けていきましょうかね。はい、でご飯食べて、グッズも預けてきたので行きましょうか。あ、魔境に飛んでいかなきゃいけないのか、めんどくさー。いや、めんどくさー。どうしようかなー。こいつから、いやでも別にいっか。じゃあちょっと頑張って戻りたいと思います。はい、でちょっと、攻略の方を見ながらここだけね、マジックトリュフの方を探してみました。で最後の1個がここら辺にあるらしいので、もっと右上にあるようだっていうことでね、教えてくれるんだよね。ここら辺か。豚の花、もっと右上、もっと右上、ここら辺？もっと左？あー、じゃあここら辺にあんのかな。ちょっとあったね。おっと、足元にマジックトリュフが生えている。はい、ということで、全部なんか全部で5個らしいんだけど、全部回収しましたね。さあ、ということで、取れない取れない。グミ族のとこに戻ってきました。はい、マジックバタフライを回収して、で誰にあげるんだろう。その前にちょっとセーブしておきましょうか。はい、56,000 めっちゃ金持ってんだけど。はい、記録する。ね、まだとりあえず続けますね。通れない。この人に渡すのかな。わしたち全体無口。はい、じゃあこれを使う。本だそれ、無口直す、よく来た、休め。わし、無口直す本みんなに読んで聞かせる。おお、この本持っただけで少し無口直ってきた。んなわけねえだろ。みんなに無口直す本読んで聞かせる。頑張れ。これでみんなと喋れるようになるのかな。あ、やっぱ長老だったね。グミ族の長老は無口を直す本をみんなに読んで聞かせた。みんな無口直った、おしゃべりペラペラ。ぜひともお礼したいでございますから、グミドリアンやる。グミドリアンはグミ族の誰もが大好きな素晴らしい果物でございます。ものすごく臭いが、グミ族はみんな大好き。臭いの無口を直す本をまた貸しした。グミドリアン、この音楽が流れるってことは相当貴重なアイテムなんだろうな。え、これは回避できない。はい、写真1枚グミ族の長老とね、一緒に撮りましょう。で、動けるようになる。お前、嬉しい質問です。モフレ？モフレ？プレイヤーの名前は本当にこれでいいんだよね。モフレ？よくなければ直せ。いや、違うあー、ちょっと待って、戻る。どうやって直すの。は？まひろです、まひろ、まひろ。はい、モフレって私が書いちゃったんかと思って、マジびっくりしたわ。まひろ、まひろ、はい、合ってますね。僕ですか。まひろで良いのだな。名字が先で名前が後になっているだろうな。まひろだけだからいいよ。本当にいいのだな。わしもいいと思う。あ、よかった。
無口治った俺にドラゴンパウダーもらえ。ジェフはドラゴンパウダーを手に入れた。ドラゴンパウダー結構手に入るね。俺女だ。間違えたか、男と。飲むか、茶。はい。飲め。え？あ、また出た。土星さんのとこで見たやつ。まるでブサイクなタピストリーのように物語の縦の糸と横の糸とが出会い、別れ、絡まり合って大きな絵が現れてきた。タペストリーじゃなくてタピストリーって書いてあった？君はここまで幾度となくこの果てしない旅を呪ったことだろう。傷つき倒れたことだって数えきれないほどあったのだと思う。それでもここまでたどり着いたのは君にもともと備わっていた知恵と勇気のおかげだ。仲間たちと互いに信じ合い励まし合ってきたおかげだ。君の力がどれほど大きくなったのか考えてみたことがあるかい？今の君にオネットやツーソンで出会った敵が襲いかかってもきっと一撃で倒されてしまうんだろうな。まあ、それはそうだね。めっちゃレベルアップしたね。もう戻ることはできない。明らかにギークというとてつもなく大きな敵はネス、君を恐れている。君の前進を妨げようとしている。これから先の旅は今まで以上にスケールの大きな想像を絶する冒険になるだろう。ギーグの懐へ確実に君は近づいているのだ。君が辛い場面は敵も苦しい状況だ。それをいつも覚えていてくれ。それにしてもあのポーキーはどこへ行ったのだ？ポーキーじゃねえのか、あれさらってったの。でも音楽ポーキーだったよね。お茶を飲んだらまた出発だ。運命は君を良い方へ良い方へと導いてくれるはずだ。信じて前へ。ネス、ポーラ、ジェフ、あーよかった、プー出てきた。君たちにいつも幸運の女神が微笑みかけてくれるように。なんでこんな茶飲んだらこうなるのよ。同棲さんとこでもそうだったけど。あ、戻ってきたね。なんで、道具屋さんね。